巨人さん、4年連続四球数1位へ。岡田に謝罪せなあかん。いつの間にかヤクルト抜いてて草。岡田に謝罪はよ。アンチオツ、巨人の四球は綺麗な四球。四球も乗せて割合を占めそうね。四球も多すぎるしコントロール悪いだけだよね。単純に投手のレベルが低い。マキニに四球与えて完全に確信犯と判明した模様。チリ選手も壊してるのになぜか叩かれない模様。巨人もヤクルトも当てられたらめちゃくちゃ叩くのが余計に立ち悪いよな。ノーコンやからしゃあない。東京民度低いな。言うてお前さんたち喜んどるの君らやん。巨人の選手は避けるのうまいんだよな。なんか近本破壊したのもいつの間にかヤクルトのせいになってて草。勝ちでも負けでも大差ついたらやってくるでこいつら。なお阪神はヤクルトに当てまくっている模様。阪神めっちゃ当てられてるじゃん。ホームラン打ちまくってるのもいないのに、これで四球も少ないんだからそら苦言くらい呈する資格あるわな。巨人は誰も壊してないし、ヤクルトは梅野近本池田と壊しまくりやからな。阪神横浜広島損しすぎだろ。当てられたの少ないのに当てたのは一番多いのか最低のチームだな。四球も多い定期、巨人はクリーンな四球が多いイメージ。巨人の四球は良い四球だから、巨人って毎年ぶつけまくってるのに、なぜかあまりぶつけられてないんだよな。相手チームが腹にビビってんのかな。腹ベンチにいなかったね。他より20多いのはやりすぎ。ヤクルトはやり返されてるけど巨人はやり得やんこれ。ヤクルト1位じゃないのか。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。